アロマの学校とサロンキラキラプレゼンツ、おじさんの知らない魔女の話。この番組はアロマセラピストで放射線技師のブラックキラキラちゃんマーヤと、ハイチチ担当マユユでお送りする、あんまりためにならないメディカルでアロマな番組です。こんにちは、まゆゆです。こんにちは、まやです、はい、今日は、はい、梅雨時で悩んでる人も多い、はい、頭痛について話そうかなって思います、はい、頭痛持ちだよね、はい、うん、どんな頭痛、偏頭痛、偏頭痛と、うん、もう一個緊張性の両方かミックスです。ミックスか、きついな今日はそのね、偏頭痛と緊張性の2つの頭痛の仕組みと、はい、まあ緩和方法なんかもね、うん、ちょっとご紹介できたらなと思います、はい、まあ私もすごい、うん、なんでしょう、気圧の変化で、はい、頭痛いなって言ってて、雨降るよねがね、うん、2人で言ってるんですね、なんですけど、まあ気象病って今すごく話題になってて、はい、うん、特にこの梅雨の時期とか、はい、これから台風だよね、はい、台風来る前とか、うん、ちょっと気圧が下がり始める頃に頭痛いな、うん、うん、この、気象的に来る頭の痛いは、偏頭痛とね、ちょっと近い、はい、起こり方をしてるのかなというふうに思うんですけれども、はい、メカニズムとしては、なんかね、内耳、耳の中ですね、はい、うん、の中に、その気圧の変化をキャッチするものがあるんじゃないかなって言われてて、はい、うんうんうん、だからこう飛行機とか乗ったりすると耳キンってしたりね、うん、トンネルでキンってなったりとかっていうのも感じるでしょ、うん、はい、あれと同じような感じで気圧が下がりますと、はい、そうするとセロトニンがね、うん、大量放出されるらしいですよ、うんうん、はい、セロトニン何する、何する、セロトニンは何幸せホルモン、まあまあそうだそうだ、幸せホルモンなんだけど血管を広げる、そう、あの脳内でね、どっちかというと副交感神経優位に働くんですけど、はい、うん、はい、あの血管広げる、収縮だよ、逆ですね、逆逆体の中の血管をどっちかというと収縮させてね、はい、リラックスに働くものなんですね、はい、でセロトニンが出るとリラックスするからいいんですけど、うん、大量に一気に放出されると、うん、どっかで不足が起こるんです、はいはい、ブワッと出てブワッとなくなってしまう、うんうんうん、っていうことが起こる、はい、そうすると急激に今度は血管が膨張するんですね、うんうん、血管の拡張が起こります、はい、で血管って、まあ、特に動脈は周りに、神経が取り巻いてるので、うん、はい、血管が膨らんでしまうと神経の圧迫が起こってそれが頭痛になる、はい、まあ、簡単に言うとこういうメカニズムらしいですね、はい、なので、脳の中の血管が、まあ、気圧が下がると膨張する感じってわかるじゃない、うん、うん、はい、脳も膨らむし、血管も膨らむんだよね、うんうんうん、でそれによって、神経が圧迫されて痛いっていうのが起こってるらしいですよ、はいはい、うん、なので、対処法としては意外と冷やしてあげるといいので、うん、はい、首からね、はい、脳につながる内頚動脈とか、うん、はい、内頚動脈ね、とか、おでこを冷やしてあげたりすると、はい、まあ、一時的ですけど、はい、血管の収縮が起こるので、うん、神経を圧迫しにくくなるのかな、というふうに思います。はい、うん、で、この間ちょうどテレビでね、この気象病の予防っていうのがあってたんですけれども、はい、やっぱ内耳に血行をね、はい、良くした方がいいらしいので、はい、なんか耳を引っ張ってね、うん、ストレッチ、マッサージ、うん、耳たぶっていうか耳介全部だよね、はい、耳を全部こうギュギュッと引っ張って、うん、マッサージしてあげるだけでも緩和しますよとかっていうのがあってたし、うん、はい、私は前も子供の頃から乗り物酔いしてるっていうのね、うん、さっき言ったんですけど、やっぱ乗り物酔いするってことは内耳の機能としてあんまり、うん、うん、よろしくない状態、はい、状態なんだろう。敏感なんだよね。敏感ですね。そうそう、センシティブなんだよね。はい、ということで、乗り物しやす、うん、乗り物用意しやすい人は、もしかするとこの気象病になりやすいのかなと思います。うん、
でも雨降ってしまったりとか食べ過ぎたりしまったりすれば意外と平気だったりするので、うんはい、ちょっと一時的な痛みであれば、はい、私はもう鎮痛剤使ってもいいのかなというふうに思います、うんはいうん、まあ、長く続いて雨降っても治らないとかっていう時には他の病気を考えた方がいいので、うんはい、ぜひぜひ脳神経内科とかに行ってください、はいはいはい、じゃあもう一つ緊張性、はい肩こりだとか、うん、眼精疲労とか、はいっていうのを持っていて頭が痛いとか、うん、一日デスクワークしてると、うん、夕方以降頭が痛いとかありますかね、はい、よくあります思う今日メガネ持ってきてないじゃんブルーライトかけ忘れる意味がない私ももちろん肩こりはもう慢性的でガチガチっていうか、うん、ストレートネックね、首がまっすぐだったりとかね、はい、するので、多少緊張性もあるかなと思うんですが、うん、緊張性の場合はちょっとメカニズムがやっぱり違います。はい、で肩とか首の筋肉が今度は硬直します。筋肉硬くなって。はいはいで、硬くなるときにやっぱ老廃物と言われる、まあ、乳酸が溜まってたりとかっていうことが起こるんですけど、うんうん、その筋肉が硬くなったら今度は血管を抑えてしまうので、はい、血流が悪くなります。うん、なんとなくわかるよね、はい。で、血行不良が起こると、そこにその老廃物が要は溜まった状態のまま流れにくくなって、結果神経を過敏にしてしまう。はい、っていうことが起こります、はい、なので今度はほぐしてあげたらいいので、うん、温めるのが有効だし、はい、そういうマッサージだったりとか、うん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 、あとは何がいいかな、まあ、運動だよねストレッチがいいかなというふうに思います、はい、で私もなんだろうな多分ね老眼が入ってきてるんだよね、うん、で左右差がすごくて左は割と携帯の文字とかも問題なく見えるんだけど、はい、右目はね遠くしか見えないっていう、なので今すごい状態ですね。近くを見るとき、パソコンを見るときとかは左目で見てるし、うんうんうん、車運転するときは右目で見てるしっていう、すごいバランス悪い状態で、だから左の目の奥がすごい痛いことがあって、で、それには、まあ、血行不良が一つあるけど、はい、目のストレッチってなかなか難しいから、ビタミン B 群が、はいすごく効果的でした、うんうん、商品名ナボリンナボリンナボリン効くわとあと目薬ね大人用のちょっと高い目薬をすると、はい、割と眼精疲労からの頭痛は緩和されてるなという気がします、はいうん、なので、ちょっと対処法が違うので逆ですね、うんうんうん、ですね、うん、ただどっちも言えるのは自律神経の働きがやっぱりすごく関係しているなと思うので、はいうんうん、まず規則正しい生活っていうのはもちろんなんですけど、はいまあ、なかなか難しいっていう場合は、うん、その緩和と刺激をうまいこと取り入れて、はいうん、まあお昼間はね、しっかり緩和じゃなかった、刺激を与えてね、シャキッとしてればいいし、はい、夕方以降ちょっとリラックスする時間を作ってもらうといいかな、はい、そこにはやっぱりアロマテラピー非常に有効ですね。うんはい、いいです。まあ、肩こりに効く精油っていうのも前々回ぐらいにやりましたけれども、うんはい、そういうのも上手に取り入れて、緊張性、はい、そして、偏頭痛の緩和をして、はい見られてはいかがかなというふうに思います。はいまあ、頭痛に悩んでる方も、お薬いいんですよ、はい。悪いことはないです。はい、ただ、飲み続けなきゃいけない状態っていうのは、なんかおかしいと思って、はい、一度、ね、病院にを受診していただいたらいいと思います。はい、もしかすると、本当にね、脳の中に何か病気があって、ありますあります。はい、うん。すごい私も頭痛続いてって言って、結構動脈瘤があったりとか、いう方見ましたので、はいうん、ぜひぜひ一度ね、病院でチェックを受けて。そうですね。そうなんです。今、MRI で、見れますからね、動脈瘤もすぐ見つかるので。頭痛外来たくさんありますしね。うん。行ってもらうといいかと思います。うんはい、じゃあ今日はこんな感じで、はい、はい、終わりにしましょう。はい、はい、まゆでした。まゆでした。おじまじょ感謝祭のお知らせです。2019年8月31日から9月1日にかけて、
マジカルパレード in キラキラを開催します。私たちの拠点福岡市博多区にあるアロマの学校とサロンキラキラを開放して、リスナーさんや福岡のポッドキャスターさんにマーヤとマユの感謝を直接お伝えしたいです。いくつかコーナーを用意してコーナーごとに参加可能です。詳細お申し込みはブログにリンクを貼っています。またポッドキャストをお聞きの方はエピソードメモにリンクがあります。どうぞご覧ください。皆さんにお会いできるのを楽しみにしています。この番組ではご意見ご感想ご質問などお待ちしています。ツイッターでハッシュタグおじまじょ、おじはひらがな、まじょは漢字をつけてつぶやいてください。またお手紙フォームができました。ブラックキラキラちゃんにお手紙で検索をしフォームから送ってください。ラジオネームだけで送れます。皆様からのお手紙をどしどし何でもお待ちしております。